こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。今日は、初めましてなので、自己紹介を最初にします。いいですはい、か？そうではい。す。はい。ベンです。英語の先生です。あ、中英国。語の先生なんですね。はい、はい。中国に住んでいます。5年ぐらい本を勉強しました。でも、いつもものじゃないです。いや、なぜなら、中国に住んでいます。中国もっとを勉強しました。今、はい。日本語は5年勉強していますか？そう、そう、そう。どうして中国に住んでいますか？なんで？そうですね。大学でちょっと中国を勉強しました。中国だけ私の大学にアジオ言語、アアジジオア言言語。語。はい。なるほど、でなるほど。も、じゃあ、はい。でも。中国を教えて、外国のお金、一番いいです。一番いいであ、中国で教えると給料がいいんですね。す。そう、そう、そう。ああ、なるほど。韓国と日本なる方が、はい、なる方が。そうなんですね。中国は何年いますか？何年？5年くらい住んでいました。そ中国に5年いるんですね。う。そう、そう、そう。中国語も喋ることができますか？そう、中国よく話します。一あ、よ番く。よく話します。はい。ええ、すでごい。も、今、中国と韓国大好きです。ああ、そうなんですね。じゃあ、なぜ日本語を勉強していますか？多分。日本語で、英語のを教えてできます。日本でも英語を教えることができるからですか？教えてることか。そう、そう、そう。ああ、じゃあ、将来、日本で教えたいですか？もちろんお願いします。将来、これから日本で先生をしたいですか？そう、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 そう。多分、今、まだ知りません。多分、韓国に行きます。タイに韓国行きまに行くんですか？す。はい。うん。じゃあ、韓国語も勉強していますか？そう、そうです。忙しい じゃあ、中国そう、そう、そ語、韓国語、日本語を勉強していますね。じゃあ、準備いいと思います。はい、ちょっと、ああ、全部。今、タイ語とビエツナム語、はい。文法、難しいありません。難今、しくありませんか？結構よく話します。今、い、今、行ってたから、行ってたから、デイリーライフ、話できます。はい。でああ、も、話ができるんですね。日本語と韓国、難しい。難しい難と思しいですか？
そうなんですね。ベンさんはどこの出身ですか？アメリカ出身で、州都から、州都から、もちろん、州都から車で1時間です。首都から車で1時間のところですね。じゃあ、東ですか？東海岸。東海岸。西はカリフォルニア、ワシントンじゃない、ワシントン、ワシントンはこっちですね。こっち。右、右に。東ですね。東ですね。ちょっと待って。あずめ？あずま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 、あずまで、アメリカのあ、あずま。東です。東です。東。東。アメージングトークで、帰ってください。大丈夫ですか？いいレッスンがその後で、覚え。怯えります。あ、覚えます。はい、いいです。東を書いておきます。書きますね。はい。そうなんですね。ベンさんが好きなことは何ですか？好きなとこは何ですか？場所？どこ？趣味。言語を勉強します。言語を。ああ、そうですね。楽器を演する？演演奏し奏？ます。楽器を演奏し何のます。楽器ですか？ピアノとギター。ええ、すごいですね。ありがとうございます。ロコ大好きです。ロ大コ好もき大で好き。す。何も大好きですか？旅行？あ、旅旅行？行ね。旅行も大好きです。ロコも大好きです。すみません。お名前は何ですか？すいません。私はリサです。リサでリす。サ。リよろサしく。先生と呼んでください。よろしくお願いします。私は日本の福岡に住んでいます。そこかに。福岡、知ってますか？福岡。すいません。すいません。沖縄、大阪、沖縄の真ん中ですね。が福岡です。ぜひ、福岡ですね。で、アメリカに住んだことがあります。住んでとか、あります。もちろん、お願い。アメリカに住んだことがあります。ウリスさんは、私。どこに住んでいましたか？カリフォルニア州です。カリフォルニアで生まれた。生まれていません。生まれたんですか？ベンさん？そうなんですね。カリフォルニアのどこで生まれたんですか？そうで、私のお父さん、兵士です。兵士とか、家族はカリフォルニアと、DC と日本を沖縄は住んでいました。そうなんですね。なるほど。カリフォルニアはとても住みやすいです。暖かいので。
でもと、あの、昔の話です。昔、昔 住んでいました。はい。はい。なんで？なぜ、大学に行きました。アメリカの大学に行きました。はい。OK。ウリスさんは英語をよく話します。そうですね。少し話すことができます。はい。忘れるのは簡単ですね。はい。はい。最近、英語をあまり使いませんので、忘れます。はい。そうですね。はい。でも、今、ホストファミリーをしています。ホストファミリーしています。はい、私。外国人と一うん。緒に住んでいます。そうです。はい、そうです。はい。どこから来ますか？今は、ドイツから高校生が来ています。ドイツ人です。ドイツ人、そう、あ、このドイツ人、今、はい。なぜ日本に来ました？日本語を勉強してますか？そうです。はい。日本語を日本語学校で勉強しています。わあ、OK、いいはです。そい。はい。うそう、いいそうですでね。す。はい。来月、アメリカ人の高校生が来ます。もう一度お願いします。はい。来月、アメリカ人の高校生が来ます。わあ。はい。もう一回英語を勉強しよう。そうですか。勉強、そうですね。でも日本語を話します。日本語。日本語の話うはんそうですうんうん。ね。そうで日す、そう本語。です。はい。そうです。私も旅行が好きです。旅行。僕が好きです。そうはでい。すね。日本語のパスポート強いですね。そうですか。でも今、高いですから、他の国？日本は安いです。はい。なので、他の国、高そういでですす。か。高い。日本でに住んでる、とても高い、聞きましあ、た。いや。日本はそんなに高くないですよ。日本は高くないです。うん。アメリカはすごく高いです。すごく高い。中国と韓国より、やっぱりです。やっぱり？やっぱりもっと高い。もっととか、ああ、そうですね。うんうんうん。そうです、そうです。はい。高いです。私は子供が2人います。うんうん。はい。3歳、はい。3歳の女の子と、7歳の男の子です。OK、いいです。はい。いいですね。はい、はい、はい。いつも2人は、学校に行きます。いつも2人とも学校に行きます。学校に、もう一はい、人。学校。2人はいつも学校に行きます。学校？子供たちは子供です。はい、子供たちは。何歳ですか？3歳と7歳ですね。7歳。はい。学校に。7歳。7歳。学校で7、7が、歳学学校。校。学校。学校。は大学い。じゃない。OK。大学じゃない、大学じゃない。学校です。学校。大学はい。できましたね。すご学校い。です。いやいや、学校に行きます。でも、今日、病気です。病気 病気。そうそうそうです。はい。なので、娘がいます。ここに います。
はい、時々うるさいです。すみません。OK、大丈夫です。はい。でも今日だけです。スペシャルです。日本で はい。子供は、それ、なんですか？ちょっと待って。何ですか？日本で、日本に、その子供たちは、一人で学校に行きますか？そうそうでですす。か？はい、一人で行きます。はい。一人で行きます。一人で帰ります。はい。何歳から？6歳からですね。6歳。6 歳。はい、はい。遠いです。わあ。6歳から行きます。みんな一人で行きます。みんな一人で、はい。必要ですか？一人で、行ってなければならないんですか？もう一回いいですか？一人で、行ってなければなれないんですか？そうですね。はい。一人で行くのが普通です。みんな一人か友達と行きます。友達。一緒に。OK. でも、お父さんと、なんと言いますか、ちょっと待って、はや、は？お母さんですね。お母さん、OK. お父さんとお母さん、友達、子供は、車で運転する。ちょっと待って。禁止されていますか？もう一回いいですか？もう一回です。OK。はい。グッテンセイ。お父さんとお母さん、子供たちは、車で学校に行って禁止さ、売れていま禁止、そうです。禁止されてます。はい。はい、す。そうです。あ、そうです。待って。そうそう。なぜなら、危ないです。たくさん車が来ます。車がたくさんです。危ないです。日本は狭いですから、小さいですから、はい。場所がない、場所がないです。すはい。ごいです。そうです、そうです。じゃあ、少しひらがなのチェックをします。いいですか？見て。はい。本当に私は、フリータッキング一番大好きです。でも、そうですか？じゃあ、フリートークにしますか？今日。なぜなら日本で行きます。一番 important と思いまはい、す。一番大切ですね。大切ですね。はい、わかりました。でも、新しいのこと言葉、多分、Google シート、書いていいです。いいですか？はい、新しい言葉を書きます。私が書きますか？ちょっと待って、Google スプレッドシート、Google シート、make です。Google いいですか？ Make。 はい。ちょっとわからなかったです。もう一回いいですか？もう一回。Google だ？ Google と。私は、OK、ちょっと待って。はい。大丈夫です。大丈夫です。私は、アメージングカフェで、send。
いいですか？ OK。ちょっと待って。あー。今、日本の学生英語も勉強しますか？英語の、ど、えっと、日本で学生が英語の勉強をしますか？はい、そうです。はい、します。小学校から勉強します。小学、一番の、the lowest 学校、そうです。そうです。します。あと、幼稚園もします。幼稚園も英語の勉強があります。幼稚園、一番小さい 子一番供小たさち。い、そう。はい。もう、英語を勉強します。Amazing talk today. Link. I'll send the link there. So, ちょっと待って。見ますか？私がここに書きますか？一緒に立てます。例えば、what did I just say? 検査？検査？ What is it? 検視されて、売れている。見ますか？何を見ますか？もう一回いいですか？Google で見ますか？ Google で。今、開いています。OK.少し時間がかかりますね。大丈夫です。ここに、何なんだろう、これは。新しい単語を書きますか？ここに。Amazing talk today. Actually, もっとビニーです。Amazing talk today. メッ新しいセージ。ことが。メッセージです。わかりました。大丈夫です。いや、Google 必要じゃない。明日じゃない？明日じゃないですか？OK, わかりまもっしと便た。利です。そう。じゃあ、次、新しい言葉を、メモします。いいですか？新しい言葉をメモ。新しい言葉を私が書きます。教えます。いいですか？いいです。And then, amazing talk message. メッセージします。いいです。いいですか？で、もし、わからない言葉は聞いてください。なんて言いましたか？ これなんですか？聞いてくこだれさなんい。ですか？聞いてください。OK ですか？大丈夫ですか？OK です。じゃあ、会話が、メインですね。海外は？会話？カンバセーション。会話。お話会話？がメインですね。メひインらですが、ね。文法はしないですね。文法。そうですね。文法も必要です。そうです今。ね。でも、フィータ君、一番、一 important 日番本語で。大切です。大切。あ、書いてください。わ大か切。ります。大切を書きます。大わ切。かりました。文法とフリータッキング。わかどっりましちもた。いいです。フリートークがたくさん。文法を少ししますね。ね、全なら、中国を、ウロコと7年勉強しました。聞く、勉強します。
書きます？書きます。もはい。と勉強します。うん。読むと勉強します。う話すと勉強します。ん。でも、うん。うん。中国人、外国人見えますか？うん Like、よく話してないうん。うんうん。だから、多分英ああ。語の話します。と、ああ。はい、うんうん。そうですか。と、ああ。外国人見えうん。うん。ます。話す、時々話しません。例えば、スーパーマーケットで、おー、ミルク、どこですか？ Like、話しません。ジェスチャーですね はい、今、話、一はい。番、大切と思大いま切です。わかりました。じゃあ、たくさんお話ししましょはい。はい、多う。は分、い。日本も、ちょっと同じ？知りません。まだ知りません。日本語をよく話しません。うん。うん。ちょっと難、ライフ、ちょっと難しい。うん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 。そう。そうですね。わかりました。ははい。い。まだ知りません。まだ知りません。私もそうですね たくさん勉強しますから大変ですね 中国語、韓国語、日本語、そして英語も教えます。すごい。So last things go like 例えば、タクシーを行きます。時々、ドライバーは、ミーチャーをしないです。うミーんうん。チャーを見しちゃう。ないです。ミーチャー、ミーチャー？あ、見た、あ、メーターですね。はい。そう、とっメーてもター。いいからわからなかった。はいはい。そう、ミーターしないです。外国人います。あ OK。はい。もっと高いです。あ。OK。ああ。Like、50円です。ああ。60円。中国をよく話したから、たくさん悪いのです難ね。悪いでしい。悪いす。悪いですね。ええー、怖い。怖いですね。怖い。そう、怖い。昨日、なんかありました。ええー。見てもしないです。車のタクシードライブ、like、OK、できる。OK。ええー、そうなんですね。そう。中国は大変ですね。そうです。気をつ OK。けてください。はい。ありがはとうい。ございます。はい。黙って。はい。はい。今日はありがとうございました。そうです。はい。新しい言葉をメッセージします。はい。OK。ははい。い。いいです。はい。はい。OK。あはい。りがとうございます。はい。はい。今日はありがおとう願いしございました。ます。は OK。い。はい。バイバイ。はい。失礼します。